なんかキラキラ見っけ、落ちてます。手紙が入ってます。手紙読もうぜ、手紙この手紙を拾ったあなたへ、おめでとう、あなたはラッキー。これ怪しい手紙じゃない？みんな困ってる。これさ、もうなんかここの現場にいる人全員困ってるよな。なんならこれ回ってないよ、この現場。ワン、これも話しとく。つかめませんでした。まずふっ、いけ、いいぞ、ピト、頑張れ。パネルがある、見れる。お手伝いに忙しいマリオさんのためにカメックが何やら準備してくれたみたいですよ。これ何？そっくりさんが現れました。左、右、右、右みたいな。で、これ多分踏み外しても、何？なんかその下の方に今左とかあるので、こっちまで落ちていくぞみたいな。マリオが強いからさ、あっち狙おうぜ。みんなでさ、みんなでこのマリオ、あ、待って。あ、こじこじ、こだい、あ、まずい。あ、デイジーが落ちてしまうのはね、まずい。ちょっと1対1になってしまったので、そっち行ってください。もうそっちしか行けないよ。ダメです、こっち。よし、ジョイコン OK です。よろしくお願いします。あ、そっか、これさ、ちょっと待って。これストラップでなんかする系か。ちょっと待って、釣り上げる？相手よ、おお、おい、なるほど。今ちょっとぼんやりしてたけど、なんかそう持った瞬間下がったってなって持ち上げたら釣ったね。で、ふーんみたいな。もうこれをとにかく早くすると釣れて、で、これ負けると、ワリオさん釣ってください。釣ったのを見た後、あーなんか多分プクプク引っかかったのになぜかカンカンに変わんねや。いたずらされてるそれ。カンカン引っ掛けとけみたいな、そんな感じみたいなんですけど、これ買ったよな、やったぜ。これ多分ね、なんか喋りながらやってたらもう見逃しちゃいそうみたいな。そんな感じになりがちなんですけど、なんとかさ、黙っちゃうよねこれ。なんですが、瞬間フィッシング達成して、でリトルスター2個ゲットですよと。これ、はい、いつでも釣りに来てくださいなんですけど、こういうのってお手伝いなんですか？これなんか手伝ったの？これ勝手に遊んだだけで、別にここのリストの数が変わったとかそういうわけではない。これなんで手伝った扱いなんだろう。もう遊んでただけやけど、まあでも今の僕がプクプクを釣ったことによってちょっと助かった人がいるならまあいいか。ので多分一通り困ってる人話しかけたっぽいと思うんですけど、どっか多分見落として、あ、これ手前の人が実は困ってる。こんにちは、あれ、お手伝いって、ちょっと待って、部品がない、これどっかうろうろしてたら見つかるぞパターン。なんかある。こんなキラキラあったっけ。これやっぱあれか、話しかけると、そう、なんかこれなくて困ってるなみたいな、困ってる人に先に話しかけておくと、多分道中でどっかあれなんですね、なんかこんな感じで、落ちてたっけみたいな感じでなんか拾えるようになんねや。ぽいので、あとはなんかキラキラ増えてないかな。まあでも多分これ貝殻拾ったので、奥行けるようになって、またどんどん困ってる人、この人は忙しいって言ってるだけ。ただ僕たちに愚痴を伝えるだけの人なので。まだ多分何もできないと思うんですけど、そう、貝殻持ってきました。もしそれが道引きの貝殻なら味の島に行けるようになるぞ、最強。早速その貝殻を使ってみてくれ。両手を上げて念じれば使えるはず。あ、こんな感じで、いつもの普通にミニゲーム中ってかスゴロク中に使うことができる貝殻だぞと。
え、これここのマップでこういうアイテム売ってたりするのかな、もしかして。やっぱり道引きの貝殻だったんだ。潮が引いたぞ、やった。これこんな感じでルートで変えたりできるぞみたいな。もしかしたらあの花ちゃんのところでベルがあれば花ちゃん動かせるのになーみたいな、困ってるクリボーとかどっかいたりするのかな。ちょっと楽しみなんですけど。ありがとう、俺にリトルスターを受け取ってくれ。でこんな感じで困ってる人に対しては1個もらえるぞみたいな、そんな感じみたいなので、あれなんですね、そのお手伝いリスト結構あるけどミニゲーム結構勝たないとこれ達成できなさそう。なんですけど、ひとまずちょっと渡れるようになったので、なんかキラキラ見っけ、落ちてます。手紙が入ってます。手紙読もうぜ、手紙。この手紙を拾ったあなたへ、おめでとう、あなたはラッキー。これ怪しい手紙じゃない。火山のある海が綺麗な島だから幸せのお裾分けをしてきて、それここじゃない、手紙と一緒に。リトルスター入ってんの。このリトルスターがどのような場所で輝くのか楽しみです。この島の風景も一緒に入れられたらよかったのですが、この手紙を拾ったあなたなら私がいる島を見つけられるかもしれませんね。これあれか、クリボーのなんかあの火山のところから多分流してくれて、で多分最初だとあのね、海がちょっと潮が引かないと渡れないぞみたいな感じでちょっと通れなかったところとかがあって、なんか多分まだ行けないけどそのうち行けるようになるぞみたいな、そんな感じなのかな。ここまで手紙を読んでくれてありがとう。それでは良い旅を。こちらこそありがとうございます。あ、これあ、10個とかでもなんかくれんねや。これ何、風船。お手伝いの日々がいつでも思い出せるリトルスターの風船。お手伝いの日々思い出せる、え、何それ。わからない、なんか特別な何か、記憶を呼び覚ます何かなのか。風船、これわかんない。なんかでもあれかな、なんかこの風船を飾ってることによってなんかこの風船に近づくとあの写真の見本撮ってみたいなミニゲームとか、あのプクプク早く撮ってみたいなミニゲームとかすぐ遊べるようになったりするのかな。なんかそういう特別な何かあるかちょっと楽しみなんですけど。こっちも困ってる人いるぞ。こんにちは、今日のオイラは勘が鋭い。山の上の方にミニゲームへの挑戦状がある。行ってみな、山の上の方。山の上の方でやっぱあれなんですね、あの瓶のやつ、これもやっぱあれなんですね、お手伝いなんや。もうただ瓶拾っただけやのに。潮が引いて渡れるようになってきて、ちょっとちっちゃい島来たんですけど、みんな困ってる。これさ、もうなんかここの現場にいる人全員困ってるような、なんならこれ回ってないよこの現場。なんですが、ちょっとキラピオさん早速困ってるみたい。これ正面に行くと話しかけれる。これこの青い点、わかんない、なんかここは行けるみたいなのでちょっと話聞いてみよう。のこのこショップに頼んでいた荷物が届かないんです。あ、なんかのこのこさん忙しいって言ってて、なんか対応に追われてたよ。アイテムマスに配置したいのに、あーどうしたらいいでしょう、取ってくるみたいな、そんな感じもあんねや。でクリボーさんこんにちは。まいったな、ネジなくなってるのちょっと危ないよ。海に落ちちゃったのかな、ネジどこかで見かけなかったという困りごとがありますよと。で、あ、なんか落ちてる。これ話、落ちてた今。話聞いたからやっぱ出てきたんかな。足元に何かが光ってる。なんか奥もめっちゃキラキラが連続してんぞ。ちょっととりあえず拾っちゃうぜ。ネジを手に入れた。あと、釣り竿も落ちてるね。これ、なんかできる？挟まれる。これあるか。テレサのマークがあって、そう、なんか洞窟かなんかかなと思ったんですけど、砂浜に何か刺さっているようです。いっぱいいますが。釣り竿も確かなくしちゃったよだっけ。これ何、手紙が落ちてる。クリボーが言っていた挑戦状を見つけた。
え、これ何？わかんない。なんか急に挑戦状が。なんですが、挑戦状、危険な振り子レースで勝負しろ。これはあれか。あ、2対2ミニゲーム遊べるんや。え、ちょっとやってみよう。待って、え、これは？押してる間。え、これ何？あー、そういう。なるほど。離して、え、これ離すと、あ、落ちていくぞと。な、落ちたところから再開できるみたいなので、掴んで、渡るの見て、あ、交互にさ、なんか、怖い。怖いけど、なんか、この、あー、待って、こっちじゃないです。こっち。っていう感じで、ちょっと、じゅんじゃん、もう振り子、お互いを信じて、次々渡っていこうねと。ではタイミングよく、今もう離してしまってました。今多分落ちてたけど助かったぞみたいな。でこんな感じで奥まで目指すと勝ちですみたいな、そんな感じなんだね。さて、謎の挑戦状をねちょっと拾って読むと、なぜか他のところから参加者の皆さんが来てくれたんですけど、ちょっとミニゲーム行ってみましょうか。これみんな挑戦状読んでたんかな、それともずっと誰か読まへんかなって3人待っててくれたんかな。ちょっとその辺ふわふわしてるんですが、3、2、1、これも話しとく。つかめませんでした。まずふん、いけ、いいぞ、ピト、頑張れ、ふん、一緒に、交互に、じゃんじゃん。これでもどうだ、最初ちょっとつかめなかったから、クッパたちどこにいますか。今ちょっとね、ちょっとフライング気味やったかもしれない。たまにフライング気味で放っちゃうけど、助かる時があるってか、いける。あ、なんかでも落ちてったね。今のうちに落ち着いて、じゃあ進むぜと。で最後はもう端っこまでたどり着くと、テレサは振り子を気にせずにもうゴールですよと、そんな感じなんですね。という感じで、ちょっとあの連携を意識しつつ、タイミングもしっかり見てみたいな、ちょっと可愛いミニゲームだったんですけど、危険な、なんだあの綱渡り綱渡り、本当に挑戦状があったので教えてくれた人にお礼を言いましょう。これあれだよね、あ、今後も見つけたミニゲームに挑戦できるよう看板を立てておきましたよ。これでいつでももう挑戦状なしでも遊べる。え、なんかさ、パネルがある、見れる。お手伝いに忙しいマリオさんのためにカメックが何やら準備してくれたみたいですよ。これ何？そっくりさんが現れました。マリオさんの、え、代わりをしてくれるってどういうこと？3つのミニゲームでマリオと対戦。え、これなんだ？一体、え、わからない。なんかでもパネルというか画面が5分割ぐらいあるけど、え、これ1対1なんかな、わかんないな。ちょっとミニゲームメドレー、これ多分マリオと一緒に遊べるぞみたいな、マリオの分身と一緒に遊べるぞみたいな、そんな感じだと思うんですけど、挑戦してみましょうか。よろしくお願いします。マリオのミニゲームメドレー、これ何、これなんだ、これジャンボリーフレンドの時のあれかな、なんかヨッシーのなんちゃらみたいな、あのレースみたいな感じと同じで、これマリオ使ってない時ジャンボリーフレンドとしてマリオ出てくるから、あのこういうミニゲーム遊べるぞみたいな、そういうのがあったりするのか、もしかして。豆の木ちゃん、これさ、むずいやつやんな多分。これ向き移動って何、ジャンプ、おー、あー、これでももうこう向きみたいな、左、基本的にこれ旗を上げるって何ですか。分からない、旗、分からない。旗を上げると何が起こるの、待てよ、これ基本的にはあれか、もう左にいるときは左に飛ぶぞみたいな、変わったー。旗を上げる、あ、これ別のミニゲームがもしかして出てくるから、旗を上げる、これあれか、あのなんだ、ヘイホーがその赤白どっち上げるみたいな、なんかそういうミニゲーム用意してくれてて、なんかその旗上げするやつが最後に待ってるぞみたいな、多分そんな感じっぽい。であとは
マリオとの直接対決で勝ってばいいの。これもうでも他の参加者がいないので落ちていいのかな。あ、やっぱ旗揚げ以降ある。これあれだよね、その色見て赤みたいな、赤白で間違えたら撃たれるほど。これって押しっぱなしじゃなくていいですか。ちょっと待ってよ、赤、あ、押しっぱなしじゃなくていいね。という感じで、あの各ミニゲーム3つあるので、他の人に負けないようにでいいのかな、わかんないな。マリオに勝たないとダメかな。ひとまずあの各ミニゲームによって、あ、そうだね、下に豆の木ジャンプ、のっかれボール、旗揚げヒーホーの3つのミニゲームの合計ポイントを競うみたいなので、ちょっとやってみよう。豆の木ジャンプむずいんよな。これなんかあの、何、ジャンボリじゃない方で、普通にむずくて、CP 強ってなったんですよね。で、まあ、左か右か、あともう、決めて、左、右みたいな。で、これ多分踏み外しても、あの、何、なんかその下の方に今左とかあるので、こっちまで落ちていくぞみたいな。一回登ったら基本的にはもう多分踏み外した段の下側にある目に落ちていくぞみたいな、多分そんな感じっぽいが、これもっと連打早くした方がいいかな。なんかテンポもっと上げれるというぐらい来ましたけど、どうですか。あ、いいぞ。なんかめっちゃ登ってる。まあでも、あの、ジャンボリじゃない方でも、確かこんぐらい登って、で、CP もっと登ってるみたいな、なんかビビった記憶があるんですけど、こんな感じで、偽マリオ、マリオ、分身のマリオも、あの、得点換算されてるみたいなんで、多分1位取ったら、スター、あの、ちっちゃいスターもらえる予感がするので、ちょっととりあえず、マリオが強いからさ、あっち狙おう。みんなでさ、みんなでこのマリオを、待って、こじこない、あ、まずい、あ、デイジーが落ちてしまうのはね、まずい、ちょっと1対1になってしまったので、そっち行ってください、もうそっちしか行けない、ダメです、こっち。という感じで、もう無理やり押し出して、ただ、点差はあれですね、ちゃんと1位、2位でちょっとついてきてるので、2点差。あんまり大きな差は空いてないので、これは3位とかになっちゃうと多分もうあの負けちゃうというか同率になる可能性があるので、ちょっと勝ちを狙って、旗揚げ兵法、これ大事、こっちです。フェイントとかもあるよね多分。赤です。あ、みんな白になった。これもうあれですよ、直接対決なので点差が1しか変わらないので勝ちました。なんですが、まあ、せっかくやったら直接対決をしたいんですが、おっ、それは引っかかりますね。の基準わかんないよ、その 1,2,3 みたいな、それ3回だぞのパターン決まってんのか。わかんないけど、まあ、でもあのね、最後1個だけ順位差、そう、道中の他の最初のミニゲームと真ん中のやつで2点差ついてたので、なんとか最後負けちゃっても勝てましたね。危なかった。で、勝てば3ポイントで、多分分身のマリオに負けたらもう0点だぞみたいな、そんな感じの予感するんですけど、キャラクターピック、植木に飾れるマリオの帽子のピックです。こういうのもなんか飾っとくと、マリオのピック刺さってるみたいな、かわいいみたいな、なんかさりげなく刺さってる感じとか、ちょっとかわいいみたいな、そんなんできるんですね。で、本気で戦ってくれたお礼に、困った時は駆けつけてくれる。それ何？お助けメンバー、もしもの時助けてくれる。どういうこと？わからない。なんか新しいルールが発生した。ひとまずなんですけど、いろいろ釣り竿とか拾って多分報告できる人はいる予感がするんですけど、ちょっと話聞いとくことで何か見えるものが誕生する予感もするので、ちょっと話じゃんじゃん聞いていこう。おかしいな、
火山がなかなか噴火しない、噴火しないのはいいことじゃないの危ないよこれ、避難しないと大変な目に遭うよ。いつもは人が通っただけで噴火するのは危ないな。なんかこうドンと叩いたら噴火したりしないかな、なんかどっかからハンマーみたいな持ってくんのかな、という予感をちょっと感じつつ、これどっかに多分キラキラが発生したような気もするんですけど、ミニゲームが落ちてるゲットしたアイテムで運勢が分かります。運勢が分かるって何何これ、ちょっと挑戦しよう。これあれか、アイテムミニゲーム、アイテムのこれでどうだい、これでどうだい、真ん中広いな。これさ、その基準何これ成功失敗とかあんの、えゲットしたの、土管を何するんですかこれ分かれない。まあでもこんな感じで、まあ、なんかもらえるから、ちょっとこういうのとか、あのアイテムミニゲーム、ちょっとなんだっけ、そうスゴロク中に出てくるので、ちょっと楽しみにしてねっていうやつだねこれ多分アイテムみくじ結果、土管をゲットしたあなたは最高スーパーラッキーすんごいラッキー、ほんまかな。あのなんか隣のあのぴったりサイコロ狙ってね、ちょっとパワー足んなかったなみたいな、そんぐらいの感覚なんですけどこれ多分何もらっても多分最高スーパーラッキーなんだろうなという、ちょっと予感はするんですけど、いいことも良いこともすごく良いこともすごくすごく良いこともあるでしょ。なんかこのね、ちょっと良いって発言、良いって発音普段なんかあんましないからちょっと違和感ある多分良い派なんだね、いい派じゃなくて良い派なんだねこれ書いた人なんですが、こんな感じでちょっとね、これなんだ、占い、え、これ何これ何なんかみくじ、おみくじやりましたけど、バッタンがいて、あ、当選簿してる。ここを通りたければバッタンドミノで遊んでいくが良いと言っているそうです。なるほど、ここ、あーでもこれでもここでバッタンに勝てれば通れるようになるのがあるんですけど、え、なんか動いてんぞ、え、これ何、うわー、高んでられないよ、あ、おい、そこに誰かいるのか、頼む、助けてくれ、助けます、大丈夫かめっちゃパンチでぶち破ったなんかすごい、なんかパワフル、ちょっとあまりにもパワフルでちょっとびっくりしたんですけどガボンが捕まった、ガボン、ガボンで合ってる、火山の噴火に備えて樽をかぶったら出れなくなっちゃったんだ、助かったよかぶってただけなんやそれ俺にね、駆けつけるって何なんやろ、わかんない、わかんないけど、なんかそのマリオの分身も駆けつけるようになって、でガボン、ガボンもお助けしてくれる、もしもの時お助け、これなんか困る時があんのかな後々